あれから、で、田畑さんと話したのが年明け前で、1月から社員が3名増えたんですね。で、コーヒー飲みました。あ、いいですか、ありがとうございます。創業メンバーというか、バラマツが1人目で2人目が他にいて、3人目の子が、あ、やめたいって今日、あ、ちょうどさっき話があって、うん、インターンからのそのまま採用なんですよね。で行く予定だったんですけど、あ、なんか聞いたことあるんですか、その経歴の人は。転職先ももう決まってるっていう状態で。どれくらいいました？インターン含めて2年ぐらい。ああ、じゃあそこそこ長いじゃん。前提、他者貢献欲求がすごい強いんですよね。会社を伸ばしたいとか、その周りのメンバーに対しての気配りとかもできることなんですけど、うん、はい、はい、営業をやってたんですけど、うん、今営業一旦置いてサービスのところに配属になってるんですけど、そこで営業で活躍したいって気持ちもあって、で社外のなんか業務委託的な人で教えてくれる人は5つも、やっぱりがっつりなんか同じような思考性の先輩がいるような環境でやりたいっていうところがあって、ダイアリーでよく回っても学べ、ロールモデルになってそういう先輩がいないみたいな、そういう、あ、そうですそうです、そんなんだったら最初から入んないみたいな別に変わったことじゃねえだろうねあ、でも彼の気持ちも分かるなって思ったんですよね、うん、なんで引き止め、結論引き止めはしなかったんですよね。ただやっぱ人辞めるの初めてなんで悲しいなっていう。2年で辞めるっていうのは別におかしなことじゃないですよ、はい、もう新陳代謝っていうか、組織でいうとさ、その人間食べたらさ、汚い話だけどうんちも出るし、赤も落ちるし、髪の毛も抜けるし、はい、組織って生き物だから、もうある確率はそういうもんだよね。あ、ただ別に嫌いでもないんだったら、うん、もしかしたらお互いステージが変わったら、うん、またどっかで巡り合うことも人生あるかもしれないし、将来的にクライアントになってくれるかもしれないし、そういう意味ではなんだろうな、今までのその2年とはいえありがとうっていう気持ちもね、それは持つべきだし、はい、向こうももちろんそう思う気持ちもあるかもしれないし、うん、そういう感じぐらいでいいんじゃないですか、いや、悲しいって気持ちがあるのは分かるよ、はい、それは全然おかしいことじゃないけど、はい、むしろさ、全く人が辞めない会社って絶対どっかおかしい。何が言いたいかというと、はい、ビジネスって他人同士がやることじゃないですか、はい、完璧に利害が一致したまま何年も進む状態って絶対ありえないんですよ、うん、バスみたいなもんで誰かが乗ってきたら誰かが降りるみたいな、うん、ドライな言い方ってそういうもんだし、人は辞めてくしっていう前提で運営をする。俺なんかもう6回ぐらい転職してるから、辞めてく側の気持ちも分かるし、引き止められる時のあれもあるし、はい、別にいやいやすいませんって、の今の会社がそんな超いや嫌いなわけでもないし、恨みが全くないし感謝しかないんですっていう時もがほとんどだし、うん、ほとんど全部。あ、でも別にそれでいちいち悲しいですっていう気持ちは俺は大事なものな気がする、うん、から別にその悲しくなってるつもりも全然ないけど、うん、はい、俺みたいなおっさんからしたら、うん、そんなことで悩んでるんだみたいな羨ましいなみたいな、お金を巨額持ち逃げしたとかさ、外部株主と結託してさ、クーデター起こして自分が社長になってやろうと思ってるとかさ、それぐらいだったらさ、深刻だなっていう気もするけど、全然そういう意味で言うとただ悲しいっていう問題でしょ。めっちゃ信頼してるじゃない、それこそ銀行の振り込みとかもそれこがやってたんですよね、うん、あ、だから信じる力ってのは大事だけど、その一個もだからまともでさ、変なこともせずに綺麗に辞めていこうとしてるわけじゃない今、うん、お互いそれ俺どっちも悪くないと思う。俺のおすすめは、悲しいって気持ちでしゅんくんとかのみたいな立場が拗ねちゃって送別会もやらないとか、そういう方向になるパターンもたまにあるけど、でその気持ちもまあ分かるが、正しい大人の対応は気持ちよく送り出すだよね。それは残りの社員は見てますよ、たぶん、瞬間。確かに。だからお互い気持ちよく別れられるなっていうことは全然悪いことじゃない。プロの世界ってそういうもんだから、常にいつか別れが来ますよ。10兆円の会社作ろうって男はそんなことで自信ないでどうするよって思いもあるし、はい、でもその気持ち自体は俺は失う、なんか俺みたいなおっさんからすると、はい、なんかものすごく眩しく覚えるものですハッピーな、ハッピーな方だよ。もっとひどい揉め方してるのいくらもしてるからそんなに切れるわけじゃないしなとか、まあ、確かにね。僕らどっちかというとスーパースターのプロフェッショナルが集まる組織っていうよりは、僕も含めて性格のいい凡人がチーム力で勝っていくみたいな感じなんですね。だからこそもう能力か価値観だったら絶対価値観、カルチャー合う人を採用し続けたいなと思って、でそういう点では合ってたなっていう点で、うん、今の現状でのフェーズの段階で確かにはマッチしなくなりつつあるなっていうのは感じつつも、だからもうしょうがないですよ。それはもうそうだとしたらもうしょうがない。会社のステージが上がれば多分ついていけない人はいっぱいあるし絶対出るし、うん、適切に会社が成長してるとも言える。あ、まあまあそうとも言える。いいように捉えれば、辞めたとしてもあの時期あのタイミング一緒に仕事できてお互い良かったねって思えるような風にした方がいいと思うんですよね、悲しいですけどね。
悲しいんじゃなくて、僕なんかの人間関係とか仕事の特に仲間のデフォルトはもう見方が違って、仕事って基本的になんか仕事します、なんかお給料もらえますっていう交換関係じゃん、はい、でそれはそれで普通に100円玉入れてジュース買いますって言うと経済取引ってみたいなんか別に変わんないわけよ、はい、むしろ人間同士ってのは俺なんかぐらいおっさんになると分かり合えないのが前提で、分かり合えなくてもいい中でコンビニの店員さんの意識分かり合ってるわけに必要ないじゃん。なんか俺はたい焼き食いたくて買います、たい焼き売ってくれる、たい焼きが美味しければよくて、うん、そこに人間的ななんか感情とかなんか信頼関係とか深いものはそんなにない。あ、そうなんですね。で別に究極突き詰めたら、はい、それがデフォルトなんだけど、はい、だんだん通ってるうちに、はい、もしかしたら店員さんとも仲良くなって、うん、いつも金時も買ってくれてますよねとか、うん、僕もこれお好きなんですとか、だからちょっとずつ会話が始まり、うん、もしかしたらなんか1年か2年か通ってるうちに、実は今度僕もちょっとこのお店辞めちゃうんですみたいなことがあって、うん、ちょっとしたなんかそういうあの時なんかいつもここ美味しくて金時も食べてるんですよ僕もって言ってくれたら嬉しかったなとか、分かんないけど、うん、そうだからなんかそれを悲しむっていうよりは、うん、そこになんか特別なことがあった時のプラスで貴重ななんかそこにやり取りがあったよなって思って、うん、その時喜んだ方がいいと思うんですよ。あ、それ悲しむよりは僕なんかは最初からそう思ってますね。今だって何ぐらいだったの？今正社員が7人で集合勤務がまあ12人ぐらいです。あ、そろそろちょっとずつ出てますよ。これが本当に 2,3 人でさ、もともと対等だったらそんなにガスとかたまらず言いたいことも言えるっていうのもまあ分かるんだが、階層、うん、関係が生じててもう10人とか越すと絶対ある程度出るよ、うん、てかもうそれはむしろ出るのは当然で、うん、出るのをあるレベルでどう抑えてそれこそマネージメントするかだよね。いや、純粋に楽しいことやりたいってだけなんですけどね。でも楽しいことやるための手段として他人を使うわけじゃない、経営っていうのは、はい、他人を使う以上その他人に気持ちがあるじゃん、はい、でそこにもちろん約束した通りの給料とか払ってたとしても、うん、不満ゼロってことは絶対ないっすよ、うん、しかも今見えやすいしね、不満が分かりやすくあるんだろうなみたいなのも、うん、あったら分かりやすいじゃん、なんか。でも逆に意外と見えてないのかなと私思って、うん、でなんかいい人なんですよ、みんな本当に人間的にいい人で、キャッシュになれたり。でも分かった分かった、さ、そうさ、いい人採用っていうのはさ、ある意味危険で、はい、いい人って逆に言うとさ、自分を犠牲にしてさ、貯めるじゃん、うん、でも人間だからある時爆発するんだよ、うん、ライブドアのむしろ真逆で、うん、ちょっと不満があったりしたらめちゃくちゃなんか上司なんか立てついたりとか、査定で、うん、今期なんで俺はこんなに言ったのにボーナスの額がこんなちっちゃいんだとか怒鳴りまくるとか、そういう血気盛んな肉食獣みたいなやつがいっぱいいたんですよ。でもそれはそれでしんどいけど、ある意味楽だよね。いやでもなんかちょっとすっきりしましたね。全然まあそこまで深刻でもないと思う。むしろここまで一緒に来てくれてありがとうの気持ちの方が、いやでも十分長いと思うよね、はい、そんなにくよくよしてる時間もないっていう、うん、まあ確かにすぐ切り替えて次どうするかを考える方に時間を割きたいみたいな。頑張ります。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。でもすごいタイミングで田畑さん、いやめちゃくちゃ田畑さんと会う前なんか起きるな。会わない方がいいんじゃない。